結局このゲームも立ダメないしな。我々は塔に嵐に踏み入った。最初は攻撃力とダメバフだと思う。原神と計算式一緒やねんな、まあ、一応防御力とかあの撃破特攻とかそういうのもあるけど、まあ、基本的に大まかは一緒です。原神と一緒だってことで、まあ、会心って最初さなんですよ。ちょっと説明がむずいな。例えば会心率が50、会心ダメージで100あるとしましょう。1対2でしょ。でそこまで持ったら期待値がね、期待値それで 1.5 倍か、 50% で2倍、 50% で10倍だから、早く試し切りをしたいわ。早く試し切りしましょう。会心率50、会心ダメージで100って相当頑張ってると思うねんけど、そこまで頑張って軽く 1.5 倍なんよ、期待値的に。でダメージで全くダメバフ持ってない状態からダメバフ 50% 盛るのってさ、まあ、いけるじゃん。今ゼーレの異物って見れないっけ、見れねえか、うん、まあ、なんか量子属性ダメージバフプラス12で 38% ぐらいだっけな。まあまあそっちの方が優先だよね。基本的に序盤は攻撃力とダメバフをガン積みする。会心はあったらいいなぐらいです。で、まあ、育成しきった人たちが会心を上げるっていうのが基本です。今現段階は攻撃力とダメバフ優先だろうな。どうもです、こんちゃちゃです。ネルメロと申します。突然私を呼ぶなんてどうしたの。もう見た目も好きだし、ずっと前から大好きだから。実はね、私も同じだよ。